豚バラ1本350円。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。12月19日月曜日。はい、まあ衝撃的なね、怒鳴りから、がなりからスタートしましたけれども、まあ昨今ね、まあ焼き鳥屋さんというかね、まあ悩ませておる、事例としましては、豚バラのね、豚バラ肉の、高騰がまあね、どこのお店も頭を悩ませていると思うんですけれども、まあ、今日たまたまですね、まあ、下関の鳥王と呼ばれているね、まあ、焼き鳥の専門家の方とねお話しする機会がありまして、まあそのね、まあ、ちょっと嘆きでもないですけどね、まあ、愚痴でもないですけれどもね、まあ豚やばいっすねって言ってね話をしてて、まあ今のね、価格で適正価格って言ったら1本なんぼ値付けしますかっていうね質問をしてみたんですけれども、350円ぐらいやねって言ってましたね。まあそうなりますよね。まあ普通に、計算してもね、まあ 30% 原価率 30% ちょっとぐらいにしようと思ったら、350円で売らないと、30% にならないわけなので、あ、やっぱ350円かと思いながら、で片や今ね、あの税込みで今うちは190円で売ってるので、まあ大赤字ですよね。はい、というわけなので、まあちょっとね豚をねどうしようかなっていうね、今ちょっとねそういう、悩みがね尽きないんですけれども、もうそのままね価格転嫁したら出るわけないので、まあね豚バラもう焼き鳥セットからね豚バラをのけるかなというね、そういうまあちょっとね小細工でやるか、まあ単品ね、バラ食べたい人はもう単品で頼んでくださいよっていう風にしないと、豚バラを入れた、盛り合わせのね、セットにしちゃうと、平均取ったらね価格がボンと上がっちゃうんで、盛り合わせの値段が上がっちゃうんで、なんかなかなか難しいなと思いながらね。でまあ昨日も話してたんですけれども、まあ、タコがねめちゃめちゃ高いよというような話をしてたんですけれども、まあ某ね、まあ、お魚系のね、お店の方とお話ししてたら、もうねあの使わないともう花から使わないと、まあ、そういうね、まあ、飛び抜けてバッとね行っちゃった商品はもうね、使えないからもう花から使わないようにしてると。で刺し盛りも一品減らしてみたりとかね、まあ、そういうので対応しているという話をね、してましたので、まあちょっとなかなかね、まあどっこのねお店も使えるねアイテムがねどん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 なくなってきてますし、まあ今日さっきあのニュースでやってましたけれどもね、岡山でまた鳥インフルエンザが出たということで大量ね、殺処分になる可能性がありますので、また今度はね鳥の価格にも影響をね及ぼしてくると思いますので、まあ本当にもう焼き鳥屋さんもうね1本100円で食べれてた、まあ、100円台でね食べれてた時代はもう本当に終わりだなというのをね、まあ、痛感するね、まあ今日この頃でございますということでね、マジでちょっと豚バラはねどうしようかなという、本当に、もう限界が来ておりますという感じですね。まあ、少々値上げしてね、まあ、これは200円台に上げたとしても、ね、焼け石に水なんで難しいなと思いながらね、はい、頭を抱えておりますという感じですね。はい、まあそんな中ね、まあ、今日、週明けね営業だったんですけれども、まあ、今日もね、寒波来ておりましてね、寒い、もう非常に寒かったんですけれども、まあ、お客様ね、まあご来店人数5名様、めちゃめちゃ暇で終了ということになりました。はい、まあちょっとねもうクリスマス寒波がね、来てますよということで、クリスマスに向けてもね、まあ、ホワイトクリスマスってね喜べるようなまあね時代でもないので、まあどうなのかなという感じですね。はいはい、まあ、というわけでね、まあ、年内はもうちょっともう現状のままなんとかね我慢しようと思うんですけれどもね、来年以降本当にどうなっていくのかなっていうのはねちょっと頭の痛い問題ですね。値段がねちょっと落ち着く感じでもないので、これでもう一回ねもう一段ボンと、値段がね、
豚さんの値段が上がったらもう積むなという感じですよ ね売れない売れない値付けができない状態になっちゃいますもんね。1本350円で食べる方はね、まあ、食べないでしょうからね。まあ本当だん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 ね、そのちょっと前に紹介してたね、アメリカで枝豆が、何本やったかな、1000円超えてるみたいな、感じの、話が日本にもねどん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 入ってきてるなっていうかね、まあ、だんだんそっちの方に、ちょっと進んできてるなっていうのをね肌身で感じておりますと。もういや、もう数字をねもう見るのが嫌になりますね。はい、まあでもね、ちゃんと数字チェックしてね、原価も出していかないとね、まあ現状をね把握しないと、勝負できないので、まあ、やるんですけれどもね、もう頭が痛いね話ばっかりだなと、いう感じでございます。はい、というわけでね、まあちょっと、週明け、ねめちゃめちゃ暇なスタートから、今週もね始まりましたと。まあ残すところねあと10日ぐらいですかね、今年も。まあちょっとなかなかねいい話がないなというような感じです。はい、というわけでチャンネル登録とね、グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。終わります。